最初に登場するのはタボくんバンドです。踊るキャラクターユニットタボくんバンド、本州四国連絡橋シンボルキャラクター渡るくんと、滋賀ふるさと観光大使を務めるタボくん、そして愛知県稲沢市のマスコットキャラクターイナッピーの3人とお伝えしたらいいですかね、のメンバーとなっております。楽しいステージになるのではないでしょうか。それでは皆さん、こんにちは。いやもう元気いっぱいですね。飛び跳ねておりますけど、もう一度ご紹介しますね。踊るキャラクターユニットタボくんバンドは、本州四国連絡橋シンボルキャラクターあちらの渡るくんと、渡るくん、そして滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト TM レボリューション西川貴教さんのキャラクターサボくん、お決まってますね。そして愛知県稲沢市のマスコットキャラクターイナッピー、こちらの3キャラクターで構成され、それぞれ飛び跳ねてますね。ご当地の PR のために全国を回ってダンスパフォーマンスを披露しております。わー、今日は神戸まで来てくれてどうもありがとう。そして今日は神戸管理センターの副所長安田さんにも来ていただいてます。本日はよろしくお願いします。今日はね、そう、渡るくんね、わー、渡るくん来てくれ、地元なんだよって、わー、ありがとう。ちょっとテンション上がってますね、渡るくん。渡るくんの地元イベントということで、とっても張り切っているようですよ。さて、お近いな。それでは早速自慢のパフォーマンスをご覧いただきましょう。キャラのみんな準備はいいですか。はい、それではミュージックスタート。
ジカルですね。皆さんよくわかりましたね。それではこんな感じでクイズ進めていきたいと思います。では神戸は地元ですけども、まずはわたるくんの紹介とクイズからいってみましょう。いきますよ。わたるは神戸マラソンの折り返し地点にも当たる世界一の吊り橋明石海峡を橋をはじめとする本州と四国を結ぶ本州四国連絡橋のシンボルキャラクターです。身長200センチ、体重は120キロだそうですよ。あー、ちょっと重量級ですね。明石海峡大橋は橋の完成から今年で15年を迎えましたが、吊り橋の規模を示す中央指環状っていうんですね。橋の塔の間。なるほど、それで、あら、ちょっと喧嘩しないでね。ちょっと聞いてる私の話。明石海峡大橋のその大きさを示す塔と塔の間、これ中央指環状、1991m は現在でも世界一なんですね。明石海峡大橋大きいです。また岡山県と香川県を結ぶ瀬戸大橋は世界最大級の道路鉄道併用橋、そうなんですね。そして広島県と愛媛県を結ぶ島並海道、あ、近づいてきたよ。電車線でいいかな。電車自動車専用道路としては大変珍しい。自転車や歩行者も渡れる10本を併設しており、ちょっと私クイズが読めないんですけど、サイクリングの聖地とも呼ばれている。はい、なるほど。明石海峡大橋本州四国連絡橋はこんな感じなんですけど、さてここで問題です。渡るが PR に勤めている明石海峡大橋は世界一の橋ですが、この世界一の橋の主塔に登れるツアーがある丸か×か。これ安田さん、主塔って言ったらどれのことですかね。明石海峡大橋の一番高い、ケーブルを支えている塔の部分ですね。なるほど、それが明石海峡大橋の主塔に登れるツアーがあるかどうか、分かる人挙手。おお、元気ですね。ちょっとじゃあプレゼントの数もありますので3名指名させてください。どうしようかな。おお、じゃあ、あと風船2つ持ってる女の子、青とピンクの風船持ってる、ちょ、後ろ向いてる。続いてはタボくんについてのクイズです。